完璧ですね。これは超簡単で、お店より美味しい。皆さんこんにちは。今日は皆さんが大好きな春豆腐チゲですね。韓国であれば味噌チゲ、キムチチゲ、春豆腐チゲ、これ3つがやっぱり家で食べてるチゲじゃないかなと思うんですよね。その中で1つ春豆腐チゲ今日作っていきます。お店のやり方とは少し違うんですけど、このやり方であればお店とほぼほぼ同じ味を出せるんで、今日も期待してください。じゃあ材料紹介しますね。じゃあ野菜からいきますね。野菜は玉ねぎは半分、芯だけ切ってチゲ用でカットすればいいんですよね。でここぐらいで半分で、逆側もこうやって切れば玉ねぎは OK。 韓国の時期に栄養バクって言いますけど、もしこれが手が入ってこない方はスーパーで売ってるズッキーニでも全然大丈夫なんで、これ3分の1ぐらい、まあ4等分ですね。これを4等分して、まあこのぐらい厚さですよね。あと最後に入れるネギなんですけど、青い部分を用意したんですよ。これをまあスープとかに最後にボンと乗せればいいんじゃないかと思って、これを用意し、これは 薄くスライスで、このぐらいで最後に乗せるんで、これで OK です。全ての材料の用意は OK。 じゃあこれから作っていきますけど、この万能だしパックなんですけど、これを使っていきますので、まずだしを取ります。だし1パックで水 500cc で火をつける。これが沸いてくる間にこちらも作っていきますね。まず火をつける。炒めるフライパンなんですけど、普通家だったらこれなかったら鍋でも大丈夫ですよ。フライパンが温めてきたら肉投入。油を出すために中火ぐらいが一番おすすめです。うちは豚の店だから豚肉しかないんですよ。豚肉を今日使います。肉炒める時は塩少々入れた方が油が出やすい、旨味が出す。塩を少しだけかけますね。少しですよ。肉が持てる油を最大に出す、一番大事なポイントですよね。で火が通りながら油がもう少しずつこうやって出てくるから、これをもうちょっと弱火でゆっくり出す。すっごいいい香りが上がってきましたね、肉ので。この油がもうこのぐらい出てきたら、これ細かい唐辛子なんですけど、これを入れちゃう。ニンニクも一緒に入れちゃう。あんまり中火だと唐辛子が焦げちゃうんで、油と一緒にゆっくり炒める、これが第二のポイント。でも香りが全然違くなるんで、あとこちらはもう沸いてきてるん でこちらはもうゆっくり、もう水分がもうなくなってきてきたら、ここからだしを入れます。こちらにで、ここからは強火。これが沸いてきたら、じゃあこれからは全ての材料を入れる。豆腐、柔らかい豆腐ですよね。この水を切ってこのまま入れちゃう。今回使ってる豆腐は絹豆腐ですね。寸豆腐っていう意味がもう絹豆腐っていう柔らかい豆腐の意味なんで、アサリ15個ぐらい入れる。あとイカ、さっき切ってありますけど、これは普通のイカの半分ぐらいのイカを入れる。でこれを沸かす。これもしアサリとイカちょっとさばくのがめんどくさい方は海鮮ミックスでも大丈夫ですよ。でもやっぱり生の方が味は全然美味しいんで、海鮮ミックスより、あの海の味がもっとこっちの方がするんで、こっちの方が僕はおすすめ。別にここに海鮮なくても牛肉とか入れて、薄い牛肉とかスライスを入れて食べてもまだ美味しいと思いますよ。でちょっとあの海鮮まで少し火が通ってきたら、豆腐を少し潰してもらって、ここからはもう野菜投入ですね。さっき切った玉ねぎとズッキーニ投入。これで野菜まで火が通ってきたら味を決めて OK。 超簡単ですよね。やることないですもん、これは火が全部やってくれるから。でもう沸いてきましたね、野菜も火が通ってきましたね。そうすると味を決めます。うず口醤油入れます。味の素ですね、小さじ、あ少し足したも小さじでこのぐらい、これ入ったらもう味全然変わってくるんで、味はもう OK だと思います。優しく豆腐がこれ以上潰れないように優しく混ぜて、じゃあここで味見。完璧ですね、これは超簡単で、お店より美味しい。ここまでできてから一旦もっと美味しそうに食べたいから、ここに移します。具沢山寸胴チゲですよね。すごい、これ一
左だ。で火をつける。でボコボコ沸いてきたら卵入れてネギを乗せれば OK。 どうでした？すごい簡単ですよね。卵の道を作ってください。真ん中にこうやって、で真ん中までブツブツ上がってきたらもう火は止めていい。でここに卵を投入、これで卵を入れました。その卵の上にネギ、わーこれ完成しました。ここでもうちょっと人違う味がしたい方はごま油を2粒ぐらい入れて食べてもまだ違うごま油の香りもするんで、それもおすすめの食べ方。でも今日はこれを食べて次はそうした方が僕はおすすめしますね。これで完成したんで僕は食べます。おいしい寸豆腐簡単に作ってみました。家で絶対これは作った方が売ってるやつよりおいしいと思いますよ。で先入れた卵があるんですけど、うち写真とか撮ったりとかするから全部火が通ってるんだけど、もし火が通ってない方は崩してとろみがスープと混ぜればもっとまろやかな味がするんで、それの食べ方もおすすめです。鶏皿に移して食べます。じゃあいただきます。まずスープの味から、豆腐と一緒に。あーやっぱ美味しいですね。これはやっぱりご飯ですね。白ご飯と一緒にでこうやって食べる。あーうまい。あと俺はブルゴギ、おかずがなかったんでブルゴギ用意しました。これは今度やります。でご飯食べて、あやっぱ美味しいですね。これあとチヂミ、これも用意しました。これも今度作りますね。これは海鮮キムチチヂミですね。あとおすすめ食べ方はやっぱりご飯にスープとか入れて豆腐と一緒にこうやって食べる、おすすめ。おいしい。さすがよっちゃんですね。そういうことでもうちょっと食べる、おいしいから。そういうことで今日寸豆腐作ってみました。このチャンネル見れば韓国料理は全て簡単に作れるようになるんで、よっぽの台所をたくさんご視聴お願いします。ありがとうございました。来週からは僕は去年の夏から結構日本の美味しいお店撮ってあるんですよ。それを順番的に流してもらって、それが終わった後にまだ韓国料理作りますので、よろしくお願いします。